声。大学2回生の春だったと思う。俺が通っていた大学には、大小数十のサークルの部室が入っている3階建てのサークル棟があった。ここでは、学生によるある程度の自治権が守られていて、24時間開放という夢のような空間があった。24時間というからには24時間なわけで、朝まで部室で徹夜麻雀をしておいて、そこから講義棟に向かって授業中たっぷり寝てから、部屋に戻ってきてまた麻雀などという、ある意味で学生の鏡のような生活もできた。夜にサークル棟にいると、そこかしかの部屋から酒宴の歓声やら、麻雀牌を混ぜる音やら、テレビゲームの電子音などが聞こえてくる。どこからともなく、落語なんかも聞こえてきたりする。それが、平日や休日の別なく、時には夜通し続いているんだ。ある夜、いきなり耳をつんざく悲鳴が聞こえた。初代スーパーマリオのタイムアタックを延々とやっていた俺は、コントローラーを握ったまま部屋の中を見回す。数人のサークル仲間が思い思いのことをしている。誰も無反応だった。今、悲鳴が聞こえませんでしたか？と聞いたのだが、漫画を読んでいた先輩が顔を上げて、え？と言っただけだった。気のせいかとも思えない。サークル棟すべてに響き渡るようなすごい声だったから。そしてその証拠に、まだ心臓のあたりが冷たくなっているような感覚があって、鳥肌がうっすらと立ってさえいる。部屋の隅にいた先輩が片目をつぶったのを俺は見逃さなかった。その瞬間、俺は何か起こっていたのかを分かった気がした。その先輩のそばに寄って、何なんですか、さっきの、と囁く。俺のオカルトの師匠だ。この人だけが反応したということは、そういうことなんだろう。聞こえたのか、というのでうなずくと、絶対に無視、と言って、ごろんと寝転がった。気になる。あんなにも大きな声なのに、ある人には聞こえて、ある人には聞こえないなんて普通ではない。俺は立ち上がって、精神を研ぎ澄まして、悲鳴の聞こえてきた方向を探りながら、部室のドアを開けた。師匠が何か言うかと思ったのだが、寝転がったままで顔も上げなかった。ドアから出て、汚い廊下を進む。各サークルの当番制で掃除は行っているはずなのだが、長年積み重なった塵やらでどうしようもなくすすけている。夜中の一時を回ろうかという時間なのに、廊下の左右に並ぶ多くの部室のドアからは光が漏れ、奇声や笑い声が聞こえる。誰もドアから顔を出して、悲鳴の正体を伺うような人はいない。その中を、確かに聞こえた、悲鳴の残滓のようなものを追って歩いた。そして、ある階の端に位置する空間へと足を踏み入れた瞬間、背筋に何かが這い上がってくるような感覚が走った。やたらと暗い一角だった。天井の電灯が切れている。元からなのか、それともさっきの悲鳴と関係があるのかはわからない。いずれにしても、人気のない廊下が闇の中に伸びていた。背後から差す遠くの明かりと遠くの人のざわめきが、
その暗さ、静けさを際立たせていた。かすかな耳鳴りがして、俺はここだという感覚を強くする。この辺りには何のサークルがあったんだろうか。そう考えながら、足音を消しながら歩を進めていると、一番奥の部室のドアの前に人が立っていることに気がついた。向こうも気がついたようで、こちらを振り返った。薄暗い中を恐る恐る近づいていくと、それは髪の長い女性で、不安げとも何ともつかない様子で立っているのだった。どうしたんですか?と声を殺して聞くと、彼女は何か合点したようにうなずいた。おそらく彼女も反応したのだ。馬鹿騒ぎをする不夜城の中で、わずかな人にしか聞こえなかった悲鳴に、顔色を伺うが、暗さのせいで表情まではわからない。俺も聞こえたんですよ。仲間であることを確認したくて、そう言った。ここだと思いますけど。女性のか細い声がそう答えて、俺は視線の先のドアを見た。プレートがないから何のサークルかはわからない。頭の中でサークルの配置図を思い浮かべてみるが、この辺りには普段用もないので、霞がかかったように見えてこない。ドアの下の隙間からは明かりも漏れておらず、中は無人のようだったが、ビクビクしながらドアに耳をくっつけてみる。何も聞こえない。地続きになっている遠くの部屋で、誰かが飛び跳ねているような、そんな振動をかすかに感じるだけ。頭をドアから離すと、無駄と知りつつ、ドアの棒を握った。カチャッと音がして、わずかにドアが動いた。驚いて、思わず飛びずさる。開く。鍵がかかっていない。このドアは開く。後ずさる俺に合わせ、女性も壁際まで下がっている。心音が落ち着くまで待ってから、どうします?と小声で言うと、彼女は首を横に振った。怯えているのだろうか。だが、去ろうとはしない。俺は何か義務感のようなものに駆られて、再びドアへ近づく。ノブに手をかけて深呼吸をする。あの悲鳴を聞いた時の心臓が冷えるような感覚が蘇って生唾を飲んだ。このドアの向こうに悲鳴の主か、あるいは関係する何かがある。そう思うだけで、足がすくみそうになる。開けますよ、と、彼女に確認するように言った。でもそれはきっと、自分自身に向けた言葉なのだろう。目をつぶって、ノブを引いた。いや、つぶったつもりだった。しかしなぜか俺は、目を開けたまま、ドアを開け放っていた。吸い込まれそうな闇があり、その瞬間彼女が、俺の背後でキャーッという絶叫をあげた。寿命が確実に縮むような衝撃を受けて、俺はそれでもドアノブを離さなかった。部屋の中は暗くて何も見えない。暗さに慣れたはずの目にも見えないのに、一体彼女は、何に叫んだのか。じっと闇を見つめた。中に入ろうとするが、磁場のようなものに体が拒否をされているように
動くことができない。いや、単にビビっていただけなんだろう。俺はしばらくそのままの姿勢でいたが、やがて首だけをめぐらせ、後ろを向こうとした。一体彼女、何に対して叫んだんだろうか。その時、あることに気がついた。この廊下の一角は、あまりにも静かだった。やってきた時と変わらずに。さっきの彼女の叫び声に、このサークル棟の誰も、様子すら見に来ない。中途半端な位置で止まった頭の、その視線の端で、彼女が壁際に立っているのが見える。だがその姿が、薄闇の中に混じるように希薄になっていって、俺の視界の中で、音もなく、さっきまで人だったものが、気配になっていこうとしていた。ドアの向こうの闇から、何か目に見えない、手のようなものが伸びてくるイメージが頭に浮かんで、俺はドアノブから手を離して逃げた。背後でドアが閉じる音が聞こえて、彼女の気配がその中へ消えていったような気がした。自分の部室に戻ると、皆さっきと同じ格好で同じことをしていた。胸を押さえて座り込むと、師匠が薄目を開けて、無視しろって言ったのに、そうつぶやいてまた寝始めた。マリオはタイムオーバーで死んでいた。その後、時々あのサークル棟の端の一角を気にして、通りすがりに廊下から覗き込むことがあった。昼間は何事もないが、人気がない夜には、あのドアの前のあたりに人影のようなものを見ることがあった。しかし、大学を卒業するまで、もう二度と近づくことはなかった。